穏やかな海、波の音が私を温かく迎え入れてくれております。島根半島の東の端、松江市の三保関町にやってきました。こちらの町をですね、ぶらり旅して、この町の魅力を再発見したいと思います。歴史息づく港町をぶらり旅。お魚がずらっと、うわ、名物グルメも堪能し、美味しいですね。はい、上手。酒の味が分かるってことは素晴らしい。町の文化や歴史にもたっぷり触れます。小泉八雲さんになった気分でゆっくりと過ごせるわけですね。そうですね。新たな町の魅力に出会う三保関ぶらり旅。ここもなんかすごく趣のある建物ですね。あ、太鼓醤油店かな、なんか老舗のお醤油屋さんでしょうか。こんにちは。わ、すごく綺麗に並んでる。あ、こんにちは、お邪魔します。こちらはお醤油のお店ということで、どれくらいの歴史がある。明治23年、はい、まあ、それ以前からやってたみたいですけど。何代目になるんですか。5代目です。5代目。ここの看板商品とかってあるんですか。まあ、つけたりかけたりする、あの、三保大鼓っていうのが、あ、こちらですね、はい、ちょっと甘めですね。お酒みたいな。お店の名前ですし、商品名にもなってますけど、太鼓って、なんで太鼓。名字ですね、太鼓です。はい、ちょっと本に書いてあったんですけど、これ三保関の中で歴史みたいな本に、はい、神社の神楽とか雅楽とかをなんか取り仕切っちょるところを太鼓やって、やなんとかやなんとかやってあるじゃないですか。それを太鼓やっていうので呼んでて、うちはそれをやっちゃったんじゃないかっていう話は聞いた。じゃあ実はちゃんとあの太鼓の関係が関係ある、はい、ですね。そうだったんですね、はい。三保関で100年以上醤油を作り続ける老舗、太鼓醤油店。お刺身にぴったりの甘露醤油、三保太鼓をはじめ、伝統の手法を今に受け継ぎ、醤油を醸造しています。いやいや、なんか本当にいろいろ醤油が並んでますけれども、はい、あっちに醤油アイスってあるんですけど、すみません、アイスが気になっちゃって、はい、醤油アイスだけでもこんなに種類があるんですか。そうですね、4種類、はい。スタンダードな醤油をはじめ、もろみやごま、抹茶という変わり種の合計4種類の醤油アイス。特別に店内で醤油アイスをいただくことに。あ、お醤油感じます、うん、感じるんだ。あ、みたらしですね。あ、よくよく、味はお醤油とお砂糖の甘い香りがするんですけれども、ベースがね、こうミルクなので、こうミルキーな感じもして、これ美味しいですよ。さらに気になる抹茶の醤油アイスもいただきます。抹茶と醤油ね。抹茶、抹茶、あ、来た、醤油、あ、醤油来ますね。最初はこう苦味のある本当にしっかりとした抹茶の味わいが広がるんですけど、その後お醤油の甘みと塩味とまろやかさが来て、不思議な感じでも合う、美味しいですね。上手。ありがとうございます。この町の好きなところとかありますか。景色ですかね、やっぱり。なんか、わあ、綺麗。これ大山ですか。これ大山。わあ。これはもうちょっと先の方で撮ったんですけど。すごく綺麗な写真が見えてます。うん、わあ、なんという美しい。これ加工とかしてないんで。映画みたいままですか。ままね、神社とかね、この通りとかもいいけど、その時しかないこの景色が一番おすすめかもしれないです。三保関愛がひしひしと伝わってきました。はい、ありがとうございます。